用カートじゃないや、ドラゴンボールカート64ですね。これハックロムなんですけど、これね、トゥルーブルーミニの 128GB2 に入ってたやつですね。それをここに移したんですけど、トゥルーブルーミニではね、これプレイできなかったんですけど、まともに。これではどうかなと思いまして。はい。これ PS3 のコントローラーだったらいけるかもしれないですね。あ、いけそうやな。4人でいけるんですね。GT。これって何のことやったっけな ?50cc ってあれか ?150cc にしてみるか。悟空、フリーザ、トランクス、クリリン、ビルスもいますね。ピッコロ、ベジータ、セル。ビルスにするか。まあもちろん声はね、山寺浩一さんじゃないからしょうがないですよ。外国版ですから。これ一応ハックロムですからね。レッドリボン軍、魔人ブーのあれですよね。これ何やろ、サイヤ人カップ。何これ、これはギニュー、あ、ギニューね。ギニューカップって何や、ちょっと選んでみるか。これできそうですね。なんとかプレイできそうな感じしますね。は、小ガメラや。あ、できます。あ、いけるいける。よかった。これ、プレイできるやん、ちゃんと。いやね、トゥルーブルーミニでやったとき、全くプレイ不可というか、まともプレイできなかったんですよ。PS のコントローラーなのにまともプレイできなかったんで。これ大丈夫そうですよ。はい。あれがついてる。これがなんつうの?おお!これあれですもんね。このコントローラー、こう、なんつうの?おお、折っちゃった。これがついてるから。これがついてる。レバーがついてるから。これがあるからできるんでしょうね。PS クラシックのコントローラーついてないからできなかったんだと思いますよ。つか、どないなってんのこれ、コースがよくわからないな。コースがどういうコースなのか、ちょっと。ええー、ちょっと待ってな。小ガメラと亀仙人が拾ってくれるのか。ビルス、情けないぞ。これ、どういうコースなのこれ。こっちか。めっちゃ難しいやん。スーパーマリオカートのこれ多分ハックロムだと思うんですけどね。ピッコロですね、これ。ああ!めちゃくちゃ難しいやん、このコース。ギニューコース。これクリリンですね。64ですからね。やっぱポリゴンですよね、絵が。いや、でもよくできてるな、これ。ちゃんと、ドラゴンボールのマリオカートになってるもんな。マリオカートちゃうわ。ドラゴンボールカートって感じになってるもんな。あ、落ちるのかと思ったけど、水の中落ちなかったよ。なんかぶつかってきたね、今。いや、このゲームはトゥルブルミニのあれにしか入ってなかったですもんね。他の中華ゲーム機には入ってなかったと思いますから。まあ僕は持ってるやつの中では、これにしか、トゥルブルミニにしか入ってなかった気がします、これは。
ゴール？まだや、ゴールじゃなかったんや。もう煙出てるもんな。ぶつかりすぎて。これ実際にね、こんな感じで、ドラゴンボールスーパーのね、コミックスでもね、こういうちょっとこう、バギーでこうやってね、一緒にこう、悟空の仲間たちとか、ビルスとか、ベジータとか、でね、こういうレースやったんですよね。そういうなんかシーンもあるんですよ、実際に。うん。つうかもう、下手くそすぎてね、マリオカート下手くそなんですよね。スーパーファミコン版しかやったことないですけど、マリオカートは。マリオカート基本的に下手なんです。レースゲーム自体そんな得意じゃないですよ。これビルスがゴールするまで終わんないってことですよね。うん。もうみんなとっくにゴールしてますからね。ちょっとこのコース難しすぎますね。落ちるとこがあるっていうこと自体がね。ちょっとギニューのコースやっぱ意地悪ですね。悪役のコースですからね。一番なんか、最悪のコース選んじゃったのかもしれません。まあそりゃそうですわ。リトライはしません。はい。じゃあ違うコースやるか。じゃあ今度は100にしてみよう。この CC っていうのはあれか？今度はじゃあ、セル。若本のりおさんじゃないですね、やっぱり声が。じゃあ今度は、これにしてみましょう。サイヤカップ。はい。うわ、ベジータが顔いっぱい出てる。なんか、後ろから見た感じはビルスとよく似てるな。セルも。ほら、なんかこう、なんていうの、耳があるところがちょっとビルスっぽい、ビルスと似てますよね。今並べましたけど。とか、セルがこんなね、悟空たちと仲良くこんなレースをやるわけないんですけど。この8人の中で一番あれですもんね。やりそうにない感じ。フリーザはもはや今、ドラゴンボールスーパーではもうほぼ仲間に近い状態。仲間までいかないけど、もうそれに近い状態になってるから、ドラゴンボールスーパーのね、全12宇宙のね、武闘大会みたいなのがあって、宇宙の武闘大会みたいなのがあって、それで、フリーザと悟空は一緒に戦ったりね、してますからね。同じチームでね、仲間として、割と第7宇宙の代表仲間として、一緒に、フリーザと悟空一緒に戦ってるんで、もう、もはや半分仲間みたいな状態なんで、今はね、フリーザは。フリーザはあり得るでしょうけど、セルとこうやって一緒にレースするってこと自体はあり得ないと思いますね。おそらくこの8人の中で一番敵って感じですよね、セルは。このコースはまだいいっすよね。さっきのコースはちょっとやりづらかったんや。小ガメラがずっとついてくるんや。亀仙人が見守ってくれてるんですね。あれ？ちょっと待って。このコースどないなってんの？逆走してたりして。はい、これ一周やっとしたのか。
全部ベジータの顔になってるし。これハックロムにしては結構凝ってますね、このゲームね。もう完全にもう、マリオカートをだいぶ改造してますね、これ。サイヤ人カップって言ってもね、このコースは何をイメージしてんのかな。悟空とベジータのあの、初めて戦った時のあのシーンをちょっとイメージした感じで作ってるのかな。トランクスや。ピッコロ。ね、3D アクション、レースゲームなんで、少々ちょっと酔いますね。うん。ビルスって出てましたね。今5位ですよ。ちょっと追いついてきてますね。一応、ベベタから解放されたようですね。ビルス抜けば4位になるってことか。あれ？なかなか難しいな。よし、抜いた。ビルス抜いた。今4位です。あ、3位になった。このコースまだやりやすいですね。これ悟空やんね。これ悟空ですよね。悟空抜きました。はい。あと1位はフリーザか。フリーザ抜けばいいのか。いや、このコースやりやすいですね。全然違い、さっきのね、さっきの、ギニューのコースと比べたら、こっちの方がいいです。やりやすいですよ。モトクロスみたいになってる。なんか、えらくしゃみ出るな。花粉症の時期でもないのに。抜かれた。僕に抜かれましたね。おのれ三角って感じでしょうね。セルのモノマネすれば、ちょっとあんま似てない、似てないんですけど。あ、抜きました。あ、また抜かれた。おのれ三角、貴様って感じでしょうね。はい、3位ですね。さっきよりはいいでしょう。トランコスが一番最下位ですね。いや、面白いですね。これはね、ハックロムで、3コース目。今度、氷か。ペンギンがいる。あ、ペンギンにぶつかったらダメなんや。なんか、ここも落ちる。あの、なんか、あそこ落ちそうですね、この、なんていうの、コースアウトのところね。落ちそうな感じになってる。あ、でも、綺麗ですね、この氷の面ね。これ、ペンギンにぶつかってもダメなんですもんね。やばいやばい。これ絶対コースアウトのところ落ちるでしょうね。落ちてあれすると思う。氷の海に落ちるようになってるんでしょう、おそらく。ああ、やっぱり。
これね、普通の定時機だとまともに操作できないから、やっぱりこのレバーがついてるね、コントローラーだからできるんですね。えらい硬いペンギンやな。こっちからぶつかってもペンギンびくともしないか。今6位ですね、はい、4位になりました。次ファイナルラップ、はい、5位になった。ああ、ちょっと今あれ回転したもん。5位になっちゃったな。4位、ピッコロ抜いた、ピッコロ抜いた。おっとやばい、ペンギン邪魔。ああ、ちょっと今また5位になりました。おお、何、なんかやられた。なんか踏んだんやな。5位ですね。5位はゲームオーバーなんですね。はい、クイット。トライアルなんとかって何やろうな、これ。今度50でいってみましょう。こう CC の違いがあんまりわからないですけど。じゃあ、フリーザーで。あら、女の声になってた。フリーザー。まあ、中尾流星さんじゃ当然ないですよね。やっぱりね、外国版だから。この魔人ブーカップですね。魔人ブーの。ブーじゃないか。バビディカップってことか。バビディのマークやから。なんかトラックみたいなのが走ってますね。いや、これよくできてるね。あ、ブルマの絵が、ブルマの絵が今出てました。カプセルコープって書いてある。カプセルコーポレーションね。いや、完全にこれドラゴンボールオリジナルの感じになってるね。ブルマの絵が。マリオカートのハックロムって感じじゃないですね。もうステージまで完全にドラゴンボール風になってるって感じしますね。うん。これ外国で実際に出てるんですかね、これ。ハックロムじゃなくて、もうゲームとしてあるってことなんですかね、これ。ドラゴンボールカートっていうのが。ちょっとわからないですけど。製品版、製品なんですかね、これ。ハックロムじゃなくて。製品として発売されてるゲームなのかな。そんな、それぐらいの出来ですよね。出来の良さですよね。外国で発売されてるゲームなのかもしれませんね、実際。これね、ハックロムじゃなくて。あ、そうか、バナナか。バナナ踏んだらあんな風になるんやね。滑るってことやね。で、このバスとかトラックっていうのは障害物ってことで。今3位ですね。タンクローリーみたいなんもね、あるから。さっきのペンギンよりはいいですよね。ペンギンの方が避けにくかったから。タンクローリーとかこのバスとかっていうのはまだ避けやすい。ああって言った瞬間、思いっきり普通の車にぶつかっとるやんけ、おい。乗用車に。避けやすくはないかね。避けやすいって言った瞬間ぶつかっとるし。避けやすいっていうよりはね、もういかにも物が大きいから、避ける意識が強くなるっていうことですよね。ペンギンはね、小さすぎてね、避ける意識がちょっと弱いんですよ。だからぶつかるんですよ。ファイナルラップですね。
結構短いんですかね、ここね。一番最初のやっぱあれですよ、牛乳のコースがなんか一番なんか難しかったような気がするけど、分かりづらかったし。コースが分かりやすいからまだこれ簡単です。さっきのあの氷のコースよりもここの方が行きやすいですよね。で、2位になりました。セルが1位なんや。あ、引っかかった。あ、1位になったやん。セル今バナナ踏んでましたよ。でも後ろからでも、おい。追ってきてるよ。トランクスが追ってきてます。セルとトランクスが。セルとトランクス入れ替わってるね。セルが来てる。あ、もうゴールか、そろそろ。あ、まだか。まだや。あ、ゴールや。よし、行った。初めて1位になりましたね。また氷っぽい。あ、もういきなりベベになった。ベベタになった。これは何をイメージしたコースなのかな。あ、チャオズがいる。チャオズがところどころにいますよ。あれ障害物ってことか。うわ、チャオズだらけ。何チャオズのクローンがいっぱいですよ。今2位ですね。セルが1位。おお、何今の。罠みたいなのに引っかかったのかい。はい、まあ、このコースもまだあれですね、やりやすそうな感じしますね。さっきのあの一番最初のね、ギニューのコースが一番や、なんか多分4つ目のコースというか一番ね、左にあるコースほど難しいってことなのかな、あれね。あのステージ選択画面のあれね。なんか、右に行けば行くほどやりやすいコースになってるよね。あの、選択コースでは。さっきのコースも行きやすかったし。危ね。今、バナナ踏みそうになったやん。今、1位ですよ。これ行けば、本面も1位でクリアできます。これあれですもんね、魔人バビリーコースの2ステージ目ですから、初めて2ステージクリアできそうな感じです。これなんかマリオに見えるね、この雪だるまみたいな。あー、しまった。ここであれか、チャオズ踏んでしまったか。2位になってしまいましたね。よし、抜いた。1位になった。ああ、セルが追ってきてる。あ、セルなんか食らったみたい。ノーって言ったから。あ、クリアですね。はい。2面目クリアしました。はい、3コース目、魔人カップ。最初はいつもなんかみんな抜かれてしまうんですよ。
陽気な音楽やな。あ、サタンや、サタン。あ、なんかルーレットみたいなの出た。なんか表示されてるね、下に。どういうことや。あったあった。なんか四角が。あれ何？どういうこと？この四角は何？何を表してんだ？自分がどの順位ぐらいなのかが見やすくなってるってことかい？敵がいる位置が分かりやすく、こうレーダーみたいな感じで表示されてるってことなのかな、これは多分。敵の配置がね、今2位ですね。そんな感じがしますよね。多分レーダーみたいなの取ったんでしょうね、アイテム。はい、1位になりました。自分がね、どれぐらいの位置にいるのかを把握しやすいようになってる。ああ、抜かれた。うわー、なんか食らった。何か踏んだな、今。ちょっとわからんかったけどね。何を踏んだのかちょっとよくわからんかったけど。4位になっちゃいましたね。はい、ピッコロ抜きました。また抜かれた。あぶね。バナナ踏むとこだったね。これ5位になったら、ゲームオーバーっぽいから、4位までセーフっぽいから、なんとしてもこの4位はキープしないといかない。この面クリアできないですよね、多分。最低でも4位はキープしないといけなそうだ。あ、いけそうですね。もうゴールですよ。いけました。悟空が、最下位。はい、4コース目。悟空レースウェイ。なんか上の悟空のあの絵、ブサイクな悟空の絵はあれね、ドラゴンボールスーパーのね、アニメのね、下手くそな絵をね、のカットを撮ったやつだと思うんですよ。あれ見たことありますよ、うん。あの初期のドラゴンボールスーパーのアニメって絵がね、下手くそなんですよね。うん。そうそう。そのね、一つだけの、その一番ブサイクな悟空の絵をカットした、カットというか、そのカットをね、撮った絵だと思います、あれは。見たことあるんで。うわ。サタンの。これ4コース目。これが最後ですよね、多分。このバビディコースの中では。4コース目が。各ね、コースに4つずつ用意されてるんで、ああ、今バナナ踏んだな、今。ああ、また踏んでしまった。今3位です。あ、あんな感じでバナナを置いていく時があるんや、敵が。この悟空の顔はね、
海洋星にいる時の悟空の顔じゃなかったかな、違ったっけな。海洋様のとこにいる時の悟空、ビルスとね再会する時のね、海洋様のとこにいる時の悟空だった気がしますよ、この絵は。2位でしたね。これであれですね、バビディコース全部クリアってことになるんかな、4コースすべて。5コース目あるんかな。あ、クリアですね。これが一応一つのコースをクリアしたエンディングみたいなもんかな。これプクプクやんか。やっぱりこれマリオカートのハックロムってことですね。はい、じゃあ次のコース行きましょうか。ちょっと待って、こうキャンセルできないのか。ちょっと待って、今何のコース選んだ俺。ああ、いいんかいいんかいいんや。ここでこれを選びたかったんですよね。これはあれか、ネットリボン軍やから一応セルのコースみたいなもんですね。今度悟空でね。ルーレットや。あ、煙出てる。あ、セルの顔が出てますね。バットマン。カプセルコープ。横にある槍みたいなやつはあれやな、セルゲームのあの舞台のあの槍みたい、槍というかあの飾りの槍みたいな、あれみたいな感じですね。あれね、あの槍みたいなやつね、あれセルゲームの舞台のあれですよ、あの飾りみたいなやつですね。バットマン、ZTV。はい、ファイナルラップですね。2位ですね、今ね。ホイポイカプセルみたいなやつは、あれ何が、何やろうな、あれ。取ったらどうなるの。あ、4位になっちゃったよ。あ、2位になった。ああ。4位になった、一気に今。これ基本的にどのコースもあのあれですよね、バナナに気をつけて障害物にぶつからないようにうまいこと走ってればなんとかなるぐらいの感じです。そんなめちゃめちゃ難易度高いわけではないですね。
はい、2コース目。レッドリボンコース。あ、ラジッツとかサイバーマンが出てますね。ちょっと出だしはいつも遅れんですよ。サイバーマンが障害物になってるのか。なんでレッドリボンコース言うてんのに、なんでサイバーマンとかラディッツが出てくるのかちょっとよくわからんとこあるけど、うん、柱があるの、うん、ラディッツですね。もう6位ですよ。あー踏んでもうた、滑るやつ踏んでもうた。クリリン抜きましたね。うわー、栽培マンおったんかい。今見えなかったよ、おい。突然出てくんねん、下から。やばい、このまま行けばゲームオーバーになるよ、これ。さあ、次ファイナルラップですから、最低でもあの、4位に なっとかないと。よしよし、フレーザー。うわー、なんか踏んだ。5位は、5位での状態だとね、ゲームオーバーになりますから、最低でも4位にならないと。ああ、またや、隠れてんねや、これ。めっちゃ難しいやん、このコース。あ、でも、なんとかいけそう。ギリギリクリアですね。2コース目ね。レッドリボンカップ。またレッドリボンカップでね。今度はちょっと、落ちるとこがあるやん。落ちる。落ちるとこがある。砂場みたいな。砂場っていうか、浜辺みたいな。あ、またレーダーついた。ジャンプ台まである。ラテンみたいな音楽で。絶対あそこリングアウトでしょ。あの外の海は落ちたら絶対あれでしょ。8位ですよ、今やばいですよ。うわ、カニ、うわ、カニ、障害物もある。6位になった。ああ、この面ちょっとやばいな。あら、今フレーザー立ち止まってたのなんか知らんけど。5位になった。ちょっと追いついてきたけど、ちょっとやばいな。ああ、ゲームオーバーや。あ、まだか。あ、まだや。今のゴールやと思った、俺。勘違いした。まだあったんか、もうあと一周。もうベジータ抜けば4位でしょ。よし、4位になった。いや、なんとか助かった。あー、障害物あった。マジか、おい。これトランクスとベジータどっちか抜けば4位になるでしょ。なかなか抜けない。うわあ、抜いた抜いた。4位になった。あ、クリアできそうやん。よかったよかった。うわあ、おお、ギリギリや。
今一瞬5位になったで。危なかったな。じゃあ次 4コース目ですよね。今度砂漠？最初は抜かれんですよ。これ難しいですよね。最初にわーってこう行くのがね。バットマン。何やバットマンって。あれ、これどないなってんのこれコース。え？あ、コースアウトやったん今の。わからんかったわ。ここわかりにくいコースなんや。そうか。よし、ビルス抜いた。一周ですね。これトランクスはあれですよね。ドラゴンボール GT のトランクスですよね。未来のトランクスじゃなくて。ドラゴンボール GT の大人になったトランクスの方ですね。うん、よし、4位になった。このトランクス。うん、はい、2周。あと一周ですね。もうさっきから4位でゴールしてるから、いつもギリギリでクリアしてる感じですからね。あー、抜かれた。ビルス抜かれたけど、また追いついた。よし、クリリン抜いたら3位でしょ。うん、3位になった。はい。で、セル抜いたら2位か。お、抜いた、セル抜いた。1位はトランクスか。よし、クリアですね。3位でクリアです。これで4コースクリアしましたね。はい。まあ、同じような感じですね。まあ、表彰式みたいなもんでしょうね。お、ゴースト神風アタックのあれや。何これ、何このエンディング、エンディングっていうか。ああ、そうか、そういうことか。総合的に4位ってことか。まあ、そうやね、確かに4位が多かったもんな、クリアするのな。はい、これ何やろうな。データベース、ビギン。何やろこれ。じゃあベジータでいきますか。ジニューコースとリベンジしてみましょうか。あ、選べるんや。好きな面。さっきここだ。クリアできなかった。この2コース目やってみましょうか。ちょっとナメック星ってことか。あ、これ一人でやるのかな。あ、一人のコースや。
そうか、一人で走ってもしょうがないよな。クイットにしましょう。そういうことか。練習みたいなもんやね、多分じゃあ。じゃあちょっとね、これ多分スピードなのかな。 CC が多ければ多いほどスピードが出るってことなんでしょうね。で、ベジータで、ちょっともう一回1コースもクリアできなかったこの原油コースをリベンジしましょう。でもなんで銀乳コースなのかわかんないですよ。フリーザコースにすればいいのね。うん。銀乳全然出てこないのに。うわ、なんか罠みたいな食らったんや。ほら、何や。平べったくなったんや。いや、この面難しいね、めっちゃ。やっぱり最初、一番最初にやった時も。もう7位ですしね。罠も多いし、ここ荒れちゃうの？上級者向けちゃうの？このコース。一番難しいコースちゃうの？全部のコースの中で。そんな気するけどな。わかりにくいし、もう7位ですから、このコースこそもうちょっとゆっくり走れる 50cc の方がいいのかもしれんな。 150cc だとちょっとスピードが速すぎて、これちょっとねやりづらいコースなのかもしれません。これほら、バナも多いし、すげえ難しいやん、ここ。やっぱ一番難しいコースや、これ、多分。なんかぶつかってくるしさ。全然追い抜けないもん。で、コースもわかりにくいしさ。なんかぶつかってくるしさ。ドラゴンレーダーみたいな。うわっ、まあ、やっとフレーザー追いついたけど。ほら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 。難しいってこのコース。なんつうのかなぁ。ダメや、8位や。やっぱダメや。一番難しいわ、ここ。あ、まだやん。あれでクリアと思ったよ、俺。ファイナルラップやったん、これが。もう今更追い抜けないでしょう、これ。もう無理でしょう、これ。ちょっと今のすごいロスになったから、さっきの。ほらほらほら、これね、踏んでまうんですよね。この銀牛コースは無理だ。これは無理なコースや。激ムズや。今までのコースと全然違いますもん、やっぱり。難易度が。全然追いつかないもんな。ああ、8位や。やっぱりね、リベンジしてもダメでしたね。はい、じゃあこのゲーム終わります。はい。